風次第の巻。さて、ロビン・マスクが激闘の末、ジャンクマンを倒した1階のリングを後にして、2階へ上がっていきます、筋肉マン。おーい、ブロッケンよ、下の階のロビンは見事な勝利を収めたぞい。お前もロビンに続くんじゃ。もっと、ブロッケン、ザ・忍者をボディスラムに抱えた。そしてその状態のまま助走をつけて、カリフォルニアクラッシュだ。これでジエンドだ。純逆自在の術。ゲーキ消えた。カリフォルニアクラッシュ。おっと、これはどうしたことか。両者の姿が突然消え、現れてみるとザ・忍者が技を仕掛ける側に逆転していた。だから言ったろう、何度やってもお前の技は純逆自在の術にかかると拙者の技になってしまうと。純逆自在の術は、これが噂に聞く忍術ってやつか。拙者の術からは逃れられぬぞ。ファイナルラウンド、ファイト。下で変わったことはないか。ハラス、見苦しいぞザ・忍者。ブロッケンとザ・忍者の声だ。この壁を抜けたら地獄だぞ。この壁を抜けたら地獄。もしや地獄の正体はジャンクマンの亡き殻では。あっと、両者キャンバスを突き破って1階のリングへ。さあ、ロビンが受け止めたのはブロッケンか、それともザ・忍者の変身か。ほう、ブロッケンジュニアのリモコンハットだ。この帽子は本物のブロッケンジュニアの元にしか戻らん。あっと、助かったのは本物のブロッケンジュニアだった。この瞬間に正義超人軍団の2勝目が決まった。黄金のマスク。おお、そうだった。また偽物。筋肉マン、がっかりしてる暇はないぜ。よし、それじゃあ3階に進ませてもらおう。ロビン、これで俺も一人前の正義超人になれたかな。お前は立派な正義超人だよ。